あれから探し回ってるけど、なかなかすげえやつに出会えねえ。この前戦った兄ちゃんぐらいのやつが、さすがにゴロゴロいるわけじゃねえか。はっ、これは根性で強敵を見つけ出せっていう俺に課せられた試練なんじゃないか。なるほどな、そうと分かれば燃えてきた。それじゃあ根性入れ直してもう一回り行くか。プレンだ。いつまで待たせるつもりだ。おなんだ今の気合入った怒鳴り声は。向こうで通行人がざわついてるな。様子でも見に行ってみっか。おせえ、フレンダの間抜けが遅すぎる。すぐ戻るとか言っといてどういうつもりだあいつは。どうしたんだろう、あの人ものすごい怒ってるみたいだけど。美人なのにめっちゃ怖え。俺冷や汗出てんだけど。麦野、気持ちはわかりますけど声が大きいです。善良な一般人の皆さんが超見てますよ。仕方ないでしょ、あいつが来ないと話が進まないのよ。なのに連絡すらよこさずに。あいつは別行動する前にウキウキしてましたから、きっと超寄り道してますね。間違いありません。なんか待ち合わせをすっぽかされたみたいだぞ。もしかしてフレンダって男なんじゃね。ああ、きっとあのきつそうな性格のせいで見捨てられたんだよ。ちいつまで見てんだクソガキども。すみませんでした。まあまあ、フレンダは密室で浜面と一日超二人きりの刑に処しましょう。それで落ち着いてください。うん、いいわねそれ。私なら死んでもごめんだし。よう、ジョーちゃん、気合入ってるな。だが通行人をビビらせた上に威嚇して追っ払うのは褒められねえぞ。うん、やじ馬が偉そうに。って、あんたは麦野？もしかしてその人と知り合いですか？たまには C 級映画ばっかり見てないでテレビ見なさい。あのバカが学園都市第7位の腐ったれよ。ああ、あのそこかしこで派手に騒ぎを起こすちょっと頭が荒れな人ですか。ああ、俺を知ってるのか。まさか俺って有名人。いやー、照れるぜ。無自覚かよ。で、人様に指図するなんて随分と偉くなったわね。レベル5の7番目ごときが。今はレベルも序列も関係ねえ。俺はただ根性がないやつを見過ごせないだけだ。話は聞かせてもらってた。イライラして騒ぐくらいなら別の場所で時間潰せばいいじゃねえか。余計なお世話よ。文句があるならいつまでも来ないあいつに言えば。自分勝手だな。根性が足りてねえ。あるいは我慢か？我慢が足りないのか？あ？横から失礼しますけど、麦野に喧嘩を売るのは超おすすめしませんよ。いや、根性が足りないなら入れてやらねえとな。だからこうしよう。俺と勝負しようぜ！ルールは簡単だ。俺に触れることができたらそっちの勝ち。できなかった時は俺の勝ちだ。俺が勝ったらジョーちゃんたちには移動してもらう。万に一つでも負けた時は待ち人を探してきてやるよ。ああ、いちいち勘に触るやつね。始めてもいない勝負でもう勝った気？その程度でイライラするのも、おとなしく人を待てないのも根性が足りてないからだ。そんな奴に俺は負けねえ。私に根性がないね。てめえ、ぶち殺される覚悟はできてんだろうな。お？気合入ったか？それじゃ勝負を始めようぜ。はあ、水と油、いえ、
火に油の組み合わせですね。仕方ありません。麦野、ここは超人目が多いですから、能力は超使わないようにしてくださいね。わかってるっての。つか格下に私が能力を使うまでもないわよ。なんだ、能力者だったのか。なら遠慮せず全力で来いよ。でなきゃ俺に触れることなんてできないぜ。へえ、いい度胸ね。その余裕たっぷりの顔面をぐちゃぐちゃにしてやるよ。おっと、キレのあるいいパンチだが、その程度じゃ俺に当てることはできねえな。外したか。待っておれ。あの麦野の拳を超かわしてますね。序列に差はありますけど、さすが第7位ってところですか。チェン、大口叩くだけのことはあるってわけね。ならこっちも本気でやるだけよ。お、動きが見違えたな。だがそれでも俺には届かねえぞ。はじゃあこいつがあれば届くか。麦野、能力はダメですって。その人が超消し飛んじゃいますよ。緑の光、ジョーちゃんの能力か。土壇場で根性入れてきやがった。バーカ、フェイントだ。あんな一瞬でも思考を奪えれば十分なんだよ。ほら届くぞクソ雑魚が。やるな。こりゃ負けちまったか。そこまでジャッジメントですの。公共の場での喧嘩は看過いたしませんわよ。誰かに通報されましたか。麦野、ジャッジメントと関わるのは面倒です。ここは超立ち去りましょう。チッ、勝負が決まるところだったのに引くしかないか。なあ、行く前に一言だけいいか。最後のあれは根性のある攻撃だった。その根性をねじ曲げるようなことはこれからするなよ。こっちはあんたと生き方が違うのよ。へえ、ひねくれてはいても芯のある根性もあるのか。面白くなってきたな。この調子で次の相手を探しに行くか。何やら満足げですが、拘束しますわよ。あなたにはじっくりとお話を聞かせていただきますの。ジャッジメントってのも大変だな。当事者が何を言ってますの。そう思うのなら自粛してほしいものですわね。悪いな、溢れる根性が俺を事件に呼び寄せたんだ。ちゃんと会話できてますの。何にせよお説教をさせてもらいますわよ。ジョーちゃんも強情だな。なら俺からは根性を解いてやる。はあ、この方もしかしてバカですの。